関係ないで、一番自分に合う服っていうのはやっぱコンセプトだと思うんで、それでロイらしく歩きました。 Thank you very much。 ありがとうございます、はい、じゃあ今回、サステナブルっていうのがテーマになったかなと思うんですが、ご自身が、実際サステナブルに関して意識して行動されていることがありましたらお伺いさせてください。ロイはなるべくマイバッグとかを使ったりとか、レジ袋をもらってもなるべく再利用して、なんかセブンのなんかレジ袋はパリパリしてるからちょっとこれになってるなとか、なんかファミオンのやつはふわふわしてるからこれになってるなとか、なんかいい感じに自分で考えて使い直したりとか、あとなんかやっぱ我らは我らのだけの地球じゃないから、だからこれからの子供たちのために我らがちゃんとこれからを考えていく必要があると思います。え、待って、それっぽい？ありがとうございます。先ほども、はい、全然です、ボーダレスっていうところのコメントすでにいただいてますので、はい、そういったところの考え方とかはちょっと改めてお伺いします。はい、メイクとかも俺結構自分でやったりするんですけど、なんていうの、メンズもやっぱメイク全然していいと思うし、服もなんか自分が一番似合ってる服があると思うので、なんていうの、今までの男女とかそういう考え方全部なくして自分に一番似合う服を着ればいいと思います。やっぱ一番自分が漏れてる状態が一番神っていう感じなんで、漏れてる状態でいいと思います。ありがとうございます。では DTM さん、はい、なんか使ったことはないんですけど、よくそこら辺の界隈で走ってるの見たりとか、あとケース、携帯のケースになんかめっちゃ可愛いじゃないですか、ロゴが超可愛いので、漏れるのでなんか目立つメッカワなので、なのでその携帯のケースとかで結構使ってる友達がいたりとかして、ルイも一時使ってました。 DHL のマークの入ってるケース、そう、このロゴが好き、そう、だから日本ではもっとなんか DHL が浸透してほしい。ありがとうございます、はい、今回 DHL さん海外へ の, 日本のアパレルの輸出だったりとか、そういったところで影響 EC というところの素材をされているというところの取り組みの一つなんですけども、日本のアパレル海外進出みたいなことに関してご意見いただけますか。え、何言ってるか分かんない。何ですか、何ですか、日本なんか外国に行きますみたいな。日本のアパレルが海外に、どんどん進出するとか、海外の人たちが日本のアパレルを利用してもらうことについてとか、また日本のアパレルってすごいよみたいなところがもしなんかお考えとかであればお伺いできれば。なんか結構ユニクロとかそういう服とか結構海外でも使われてるじゃないですか。でなんかそれだけ、そういうのじゃシンプルなやつじゃなくだけじゃなくて、結構なんていうの、派手なやつとか、結構東京コレクションとか歩いたりしたんですけど、すごいなんていうの、繊細で日本らしいファッションいっぱいあるので、それがもっとなんか世界に伝わっていったらいいなとか思うし、あとなんかメイクのアイテムとかも結構もう海外でも使われてるものあるんですけど、日本でもなんかプチプラなのにめっちゃいいじゃんみたいなやつとか、もうセザンヌとかめっちゃいいんですよとか言って、なんかこんなにいろいろ言ってるのか分かんないけど、そう、なんかもっと広まってほしいものいっぱいあるので、こういうイベントをきっかけに海外の人を見てくれたらいいなと思います。ありがとうございます。お願いします。皆様他にご質問あればお伺いできますでしょうか。暇なのでお願いします。すいません、今日、はい、今ステージ終えたばかりですけど、はい、歩いてみて、いや、もう本当ぶち上がりました。 Run, run, run away, run away, baby。 もうブルーノマーズがもう本当にパリピってても本当超楽しかったです。でずっといなかったんですよ、 TDC に。なんか夢かなって本当にもう嬉しいです。ありがとうございます。好き。今日初めて
初めてね、TGC ずっと出たくて、それでなんかちょっと結構あの DM とか送ったりしたんですけど、全然見てもらえなくて、やっと、そう、やっと出たので、本当に夢叶いました。ありがとうございます。名前も国宝にする、家宝にします。今日の映像。ありがとうございます。DM はいつ頃から送ってたんですか？あ、DM はあの結構あの事務所に入って2年ぐらい前にあの結構、ね、もう送りまくって送りまくってたんですけど、既読つかないので、それそういうなんか、ね、あの気づいてほしかったんですけど、でも結局出てからいいなと思って、はい。でもやっぱりこう、ね、DM を、まあ、今までとは無視されてて、出られるってことでやっぱり相当有名だったと思います。そうですよね。待って、調子乗っちゃう。待って、何そんなこと言ってくれるんですか。やばい。そうだから、もろいあの東京ガールズコレクションとパリコレに出るのが夢で、それでそれに向かって頑張ってきたので、もうその中の1個かなっちゃったから、このまま世界へボーって行っちゃいます。ノリで。はい。ありがとうございます。今日もそれ首に巻いてるのは、はい。DJ さんからに合わせた。あ、そうです。これですか。そう、これは DHL さんのマークが入ってるんですよ。もう俺これだけは楽しみで来たの今日。5メートルのスカーフみたいな、もう小耳に挟んでたんで、もうこれモチベで来ました今日。ほら、取っといてください。漏れてますか。そう、これでモチベで来ました。ありがとうございます。はい、一つ夢叶いましたね。はい、次の今直近で目標にしてるということ、はい、パリコレに行きます。パリコレに行きます。私は歩きます。やっぱ今なんか東京ガールズコレクションも歩けたし、あと東京コレクションも歩けたし、まあ今コロナとかで外国に行けないんですけど、コロナとか終わったら今までのロイのパワーを全部発散して、あのなんての世界を股にかけたエンターテイナーになりたいと思います。お願いします。で、ちょっと絵を一つ、はい、というところで皆様大丈夫そうでしょうか。ありがとうございます。ではちょっとこのままフォトセッションに入らせていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。え、靴なくなってる。靴、ごめんなさい、ごめんなさい。ただこの気持ち、あの、はい、もう一度あの、はい、後にあのちょっとランバルの方にも返させていただいて、ソリピア、ありがとうございます。すいません、そうでしょうか。はい、はい、はい、ではちょっとセットしていただきつつ、まずスチールの方からお願いいたします。ヘルピLP LP 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 すいません、正面ください。はい、どうもありがとうございます。次こちら、はい、こちらお願いします。広めももらいます。あ、すいません、すいません、こちら、はい、お願いします。全部同じポーズになっちゃった。はい、やっぱどんどんおへそが見えてる。乳首見えてないですか。乳首 NG なんですけど、もうちょっとこちらに、はい、あのスタッフの方も皆さん、首が、
はい、ありがとうございます。では、はい、1回目のご出題、次。ごめんなさい。すいません。はい。山さんから次です。はい。すいません。はい、こちらで。ごめんなさい。で、お願いいたします。はい。すいません、スチールの方お願いいたします。センターからお願いいたします。ちょっとこっち行きます。すいません、正面ください。ちょっと、こっちに正面ください。はい、どうもありがとうございます。次、こちらお願いします。あ、少々お待ちください。こちらお願いします。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。ムッシーさん大丈夫そうでしょうか。ではムビーさんお願いいたします。右の方からですね。はい、こちらお願いします。ブーメラン的なイメージ大丈夫そうですかストーリーのはい、ありがとうございます。カメラの方で目線お願いします。ありがとうございます。はい、では、こちらで1回目の、運びの方は一旦終了とさせていただきます。メディアさんのちょっとお願いをさせていただきます。はい。すいません、取材のちょっとご対応いただきます。はい。お疲れパイナポー。